はい、毎週金曜日午後4時から5時までお送りしております超インドラジオ、今週もメインパーソナリティの株式会社まさき翼がお送りさせていただきます。今日はですね、ゲストの方が非常に多いんですね。イエーイ。はい、ではですね、いつものアシスタントの、はい、めぐです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてなんと今日はですね、株式会社 L のメンバーが3名参加することになっております。では前回参加していただいた、じゃあこの人から自己紹介お願いします。はい、株式会社 L のありがとうございます。はい、おい、中だよ。次ですね、私の小学校の同級生の、はい、私株式会社 L ホームアリー調査員の墨田と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして株式会社 L 最年長ですね。はい、L の、パグヤンこと鉄です。鉄さん。はい、鉄さんよろしくお願いします。いや、今日はですね、いつも2人でお送りしているんですけど、メンバーが一気に5人ということで、嬉しいですね。はい、ちょっとどういう内容になるのかわからないんですけれども、今から午後4時から午後5時までの1時間ですね、皆さんのこの帰ってる時間、楽しく聞いていただければと思います。オープニングナンバーはヒデビーズスプレッドビーバーでエバーフリー、お聞きください。はい、午後4時からお送りしております超インドラジオ、メインパーソナリティのまさき翼です。いつもですね、このラジオはまあインドのことはほとんど語らずですね、自分たちに起きた日々日常のこととか、そのようなことをいろいろお伝えさせていただいているんですが、今日はですね、10月の最初の放送なんですけれども、ちょっと東京のスタジオにて収録して皆様にお送りしているので、9月の検証の結果というのは来週生放送で皆さんにお伝えさせていただきます。はい、で今週の、検証の内容というのはまた後で発表させていただくんです。今日ちょっとメンバーが多いんで、いろいろ話す内容がてんこ盛りなんですよね。で、昨日、株式会社 L のメンバーで話してて、泣き人のゲストハウスの名前をみんなで考えようということで、最終候補が一応、まあ、今日いるメンバーが出してくれた中で出ておりまして、それもちょっと皆さんにですね、今日のこのラジオを通じてお伝えさせていただきたいと思います。で、今日はですね、鉄、はい、はい、鉄、最年長の鉄がですね、ちょっとメンバーに聞きたいことがあるっていうことなんで、ちょっとこのラジオを通じて一人一人聞いてもらいたいなと思ってます。何を聞きたかったんですかね。ちょっと打ち合わせにいなかったんで、ちょっとびっくりはしてるんですけど、ちょっと なかなかそのアドリブは聞かないもんで、ちょっとなかなか厳しいのはあるんですけれども、田中さん、何でしょう。本名でいいんですか。はい、大丈夫です。田中です。はい。タナピーとかじゃなくて。あ、もう田中で。大丈夫大丈夫ですね。田中さん最近髪切られたみたいですけれども。そうですね。はい。どういうところで切ったんですか。ですね、自分は実は今まで20歳ぐらいから、まあ、この話はいいですね。あんまり広がりが広がりがすいません。リスナーの違うんですよ。三浦さんの質問に超インドラジオのリスナーの皆さんは要はそのツイキャスでも見たことのない田中さんがどこで髪の毛を切ってるかっていうのは申し訳ないですけど、全く興味はないと思うんですよね。ね、めぐさん。確かに全く興味はないと思います。ないと思います。もう私とめぐさんのねビジュアルは皆さん見ていただいてると思うんですけども、あ、田中さんなんかすごいかっこいいキーリングをね、これちょっと今収録なんでお伝えしたいんですけど、どうしたんですかこれ。
これはですね、はい、トッツって書いてありますけど、トッツ、まあ、そのまま言ってよろしいですか。はい社長の正木さんにプレゼントしていただきました。いい社長だな言わせたのかお前それが言いたかったのか言わせてますね。はい、ということでですね、今日はあの豪華なメンバーでお送りをしております。で、9月の、3限の9500円分の商品券は、来週の放送で、はい、生放送で当選者発表させていただきたいと思います。応募者の中にはあのそうですね、まあ、マナミンだとか小春ちゃんだとかっていう方もいたような気もするんですけども、まあ、あのちゃんとですね、あの放送の中で、抽選させていただきたいと思います。そしてあの今月のプレゼントはですね、これはあの誰でも申し込みできるんで、株式会社 L のメンバーでも申し込みできるんですけど。え、そうなんですか。あ、できますよ。もう全国もう誰でも大丈夫です。東京ディズニーリゾートチケット、おペア、おいいですか。ペアですって。ペアですよ。ペアで。ペアですね。あ、三浦さん。三浦さん、ペアどうします。うん、ペツで。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 どうして。収録中はペツなんで。ペツさん、ペアチケットもらったらどうするんですか。やっぱりまあ夢の国ですから。はい。はい、夢のようなひとときをする。過ごせるお相手と。なるほど。行けたらいいなと思って。あ、夢のように過ごせるお相手と。みぐさんなんか誘って。いいですか。いいですかね、逆に。話はできないですけど。これ一応来月か再来月ぐらいに一応この株式会社 L のメンバーでですね、まあ、毎回お伝えしておりますが、新しく始まるゲストハウス泣き人のね、まあ、ここにみんなで行くと思いますので、その時には生放送で全員参加できたらいいなというふうに思っております。はい。で、隅田くんっていうのが、はい、あの私 の、 あの小学校の頃からの同級生なんですよね。そうですね。今一緒に仕事してるんですけども、まあ、そんな彼がそのゲストハウスの名前を考えてくれまして、なんかいろいろ話したんですよね。あの星降るテラスとかゲストハウス星空とか、なんか星空で決まりそうだったんですけど、昨日なんかみんなにゲストハウスの名前考えてって言った時に、一応まあこれで行こうかって、まあほぼほぼ決まってるやつがあるんですけど、何でしたっけ。超インドスパイダーです。キャラってな、リーダーさん。ゲストハウス超インドスパイダーってことで、まあ我々はいいんですけども、あのこの超インドラジオを知ってる人とか、あのピンクスパイダーを知ってる人っていうのはね、まああのまあヒデルさんとか聞いていただいてたあれなんですけど、まあ、知らない人から取ったら、まあ、何なんだっていうことなんです、ね、はてなんです。哲が考えたゲストハウスの名前何でしたっけ。え、発表しちゃっていいんですか。あ、お願いします。はい、じゃああんまその食べるまでもないんですけど、スターティングオーバー。笑うとこじゃないでしょ。かっこいいですね。いや、これあのかっこいいでしょ。ゲストハウススターティングオーバーっていうのはちょっとね面白いですけども、メグさんめちゃくちゃ笑ってますけど、もう一つあった、はい、なんか L って感じで使ったんですよ。それはね結構気に入ってたんだけど、するさらっと流されてた。そうですね、もうそこで却下で採用されてましたね。笑顔を、はい、笑うっていう字に琉球の竜で、はい、L。 田中さん何でしたっけ。田中さんは、まあいいですねこの話は。で、喋らせろよ。めぐさんは何考えてくれたんでしたっけ。あ、私は2つありまして、はい、1個がよしこちゃん、ゲストハウスよしこちゃん、ゲストハウスよしこちゃんと、はい、あとゲストハウスよしこちゃん2っての考えたんですよね。真剣に。まあ、ただよしこちゃんって誰っていうところがありますのでね、それを狙っていきたいな、うん、あ、それを探って、はい、だからまあ超インドスパイダーもなん、この名前は何なんだっていう、それやったらやっぱ超インドスパイダーの方が熱いと思います、ね、まあそうですね、僕は。まあ今日この後デザイナーと打ち合わせあるんで、ちょ超インドスパイダーなのはちょっと出そうかなと思ってますので、まあ、ゲストハウス超インドスパイダー仮の名前なんですけども、皆さんぜひぜひ来ていただければと思います。はい。で、今日はですね、まあ、要はその検証の発表はまあ来週ということと、もう一度お伝えするんですけど、今月のプレゼントは東京ディズニーリゾートペアチケット、1年間ぐらい使えるチケットですね。まあ
沖縄本島にいらっしゃる方も1年以内にもし行くという機会があれば使っていただけますので、今ねそうまた料金上がったんですよ。なんか7500円ぐらいになってるんですよね、うん、まあもう2人で行ったら1万5000円ですよ。もうなんかちょっとした国内旅行より高いみたいな感じで、なんか新しいアトラクションなんかもできたりして。田中さんなんか行かれるんですか？自分はそうですね、年に1回必ず子供の誕生日に行かせていただいてます。なるほど。ランドかあとはまあ C の方ですね。まああんまり会話に広がりがなさそうで今ずっと黙ってようと思ったのにケツが喋っちゃったからはい、ということで、まあこんな感じでですね、株式会社 L のメンバーはまあね、ちゃんと仕事するときは仕事して、こう楽しむときは楽しみながら、仕事をしております。はい、じゃあそういえばケツなんかはですね、本当は今日グローブの曲をかけたかったらしいんですよね。そうですね。なんかグローブ世代的にも、はい、グローブが大好きなんですよね。だからもう本当に一時期ですね、グローブに XJAPAN の YOSHIKI が加入したことがあるんですけど、はい、まあ、そのことなんかも、鉄は知ってまして、もう相当好きだなと思いました。でそんな鉄からですね、今日はグローブをかけたいという鉄から曲紹介をしていただきたいと思います。はい、はい、メガネはメガネはい、ヒデウィズスペレッスペレッピビバーで、ロケットダイブ。ヒデウィーズスプレッドビーバーでロケットダイブ聴いていただきました。まあ鉄の曲紹介がちょっとグダグダな感じでしたね。それもう打ち合わせにないんだもんだどこにも書いてないしって言われて。それにしても今まで3回ぐらい話振ってますけど、田中さんの話はもう広がりが全くないんですけど、はい、なんかないんですか面白い話とか。面白い話、全国のリスナーの皆さんがお腹抱えて笑うような話ないんですか？あそこまでの面白い人生送ってないのちょっとないですね。振りが厳しかっただいぶハードル上げてます。まあそう、でもまあここなんかは、ここというか隅田と私なんかはね、もう12歳ぐらいからの付き合いですから。そうですね、まあ、非常に長い、まあ、昨日もねちょっと当時のクラスメイトの話とかしてなんかちょっと盛り上がったりしたんですけども、あ、なんかあれですね、普段私たちがどういう仕事をしているかっていうのはあまりラジオでは語ってないんですよね。ゲストハウスをやってるとか、まあ、私がちょっとその XJAPAN の話をしたりとか、まあいろいろはするんですけど、まあちょっとじゃあ普段じゃあいつも私が喋ってて、まあ隣でメグさんがいてっていう感じなんですけど、ちょっと自分ででもなんなんですけど、こう株式会社 L から見たまさきさんっていうのをちょっと話してもらいたいなと思います。じゃあ田中さんから。ああいいんですか？はい、自分から見たまさきさん、まあ自分は高校の時から一緒なので、まあ高校の時のイメージと変わらないんですけども。もう変わらないですか？変わらない。もう本当に何を考えてるかわからない。いいことじゃないですか、うん、もう人の予測のしないようなことを思いついて、もう次の瞬間もうそれ行動に移してるみたいな。なるほど。なんか一緒にいるともうなんかずっとジェットコースターに乗らされてる気分な。乗らされてる。乗らされてる気分な感じですね、はい、まあそれがまさきさんの魅力でもあるんですけど。なるほど、はい、ああこれはそんなイメージですね。ラジオを通じてお褒めの言葉をいただくという、はいはい、まあね心も
心にもないこと言ってね。テスさん。テス。じゃあ次、隅田徹ちゃんに聞いてみましょう。はい。自分は正樹さんと、まあ、小学校から小中一緒で、小中の時のイメージっていうのはやっぱりよく2人でおふざけをして先生に呼び出されて、それで怒られてっていうイメージが強かったけども、社会人になってやっぱ会ってみて、昔のふざけてたイメージのままでやってたけど、あーやっぱ大人になったんだなっていうちょっと上から見せてすごく思いがあって、今一緒にお仕事してて、厳しい時もあるし、ちゃんと心遣い気遣いをしてくれるところもある、そういう会社で入れて、まあ、楽しく仕事をさせていただいております。あ、なんか嬉しいです ね。また心もないちょっとだけ思ってますそんなこと言っても給料は上がんないじゃあ次はじゃあ鉄に聞いてみましょう。はいはい。自分はですね、あの普通の会社ってどうやって入社すると思いますか、皆さん。普通の会社は、履歴書出して、面接してって感じですか。ですよね。あの、はい、まあ、まずどっかに応募が、ハローワークだったり、その民間の媒体に募集広告が出て、それに応募して面接して採用されるってパターンだと思うんです。はい、ここの会社は不思議なのは、そういう人たちがほとんどいなくてですね、みんな昔の友達だったりっていう人が多い中、唯一ですかね。唯一です ね、うん、私だけは普通に、あれはマイナビかなんかの募集ですかね、はい、募集見て応募して2回ほど面接して採用されたっていう、それが本当は普通だと思うんですけど、はい、会社ではもう唯一の特別な枠で、はい、入社した私なんですけれども、はい、まあ、縁あってこの会社お世話になってですね、まあ、6ヶ月ちょっとですかね、出しました。で、やはり実は年下なんですよ、正樹さん。またそうですね、はい。で、まあ、いろいろ、まあ、一緒で仕事して、やっぱりスピード感ですよね、一番は。もうどんどん次のことを考えて、まあ、一生懸命ついていくのがやっとっていう形で、まあ、フォローしてっていう形になるのかなと。まあ、私、まあ、経理総務担当ですから、まあ、そういったところでサポートしていくっていう形で、ちょっとでも手助けできたらいいなと思いながらやってます。ありがとうございます。給料上がりますかね。上がります。まあ、鉄なんかはね、1年間無職でしたから。で、うちにね、まあ、面接来て、まあまあこういうご縁で、まあ、一緒に働くことになってですね、まあみんなそれぞれ、まあカラーがあって非常にいいんじゃないかなと思ってます。あ、じゃあ最後にメグさんに、メグさんから見た私っていうのはどうなのか聞いてみたいと思います。はい。私は、翼さんと知り合ったのは宮古島で知り合ったんですけど、なんかそのゲストハウスに泊まった時に、翼さんがこう宮古島の、まあ、いいスポットをみんな連れてってくれるんですけど、その日めっちゃ雨の日で、はい、すごい雨の日で連れてってくれて、でまあ4人ぐらいで車乗せたんですよ。翼さんが運転してくれる、でそれが私第一印象で、その車に乗った時、うんうん、ですごい、まあ、第一印象はまあすごい髪もじゃもじゃだなとか思ってた間違いないそしたらめっちゃ雨で、うんうん、水たまりとかもあるのに、うん、多分100キロぐらい出してくる宮古島でスピード感がね、そうなんです、うん、第一印象はそのイメージです、うんうん、めっちゃもじゃもじゃでめっちゃ100キロぐらい出す人どんなイメージなんですか、すごいイメージ分かったんですけど、まあ、L に入社することになって、うん、結構変わりましたね、印象。あ、そうですか。はい。なんだろう、まあ、すごいワクワクさせてくれるっていうのが大きいかなと思います。みんなに希望を持たせてくれたり。なるほど。鉄も希望持ってますか。そうですね、希望もそうですけど、まあ、特に1年間無職でっていうのもありますから、正直ね、感謝してるっていうところが大きいかなと。拾ってもらってありがとうっていうのは本当に大きいかなと思いますね。なるほど。
ありがとうございます。ミクさんに聞いてるけど、鉄さんで締めるっていうところで、はい。まあそんな感じで聞いていただきましたが、まあそうですね。まあ私としては、まあ今いるメンバーが、まあやっぱ仲間であり、まあ。私がすることは私の役目で、自分のやるべきことっていうのはまあ分かっていて、まあでも自分でできないことってやっぱたくさんありますので、まあそういうことをこうチームのみんなで本当にやっていくっていう、まあ本当によく言ってるんですけどね、アニメでいうワンピースのような形で、まあ私がまあルフィでこう海賊を目指してこう突き進んでいくところなんですけど、まあ、やっぱコックがいないとご飯も食べれないし、まあ、航海士がいないと海も渡れないし、ということで、まあ、それぞれ、まあ、みんなのサポートを受けながらですね、まあ、自分の目標に向かっていっていけてるのかなということで、まあ、私の方からも皆さんには大変毎日感謝しているというようなところでございます。はい。で、今回のこの沖縄の滞在、あ、というか今回で失礼しました、来週ですね、私たちその生放送で沖縄行くんですけど、帰ってきた次の日にですね、ドリームフェスティバルっていうのがあるんですよ、まあ、フェスですね、今年2回目のフェスなんですけど、それにグレイとルナシーと、まあ、ヨシキが出るっていうことで、久しぶりにまあ、X ジャパンじゃない、ヨシキを生で見るっていう機会がありまして、まあ、いつもヒデの曲をかけてるんですけども、まあ、久しぶりにたまにはちょっと X の曲をかけようかなと思いまして、ここで1曲ですね、いつも X のライブで割と最初の方にやる曲で、ラスティーネイルっていう曲があるんですけども、まあ、これを聴いていただきたいと思います。じゃあ田中さんから曲紹介していただきたいと思います。あ、高島からちょっとじゃあ曲紹介してもらってもいいですか。お願いします。あ、はじめまして、高島です。株式会社の、メンバーです。曲紹介、ラスティーネイル、はい、X ジャパンのとても素晴らしい曲です。ちょっと僕自身 X あんまりよくは知らないんですけど、皆様どうぞ聴いてください。はい、午後4時からお送りしております、超インドラジオ。今日はですね、私まさき翼とめぐさん以外にもですね、株式会社 L のメンバー皆さんで、お送りさせていただいております。なので 1,2,3,4,5,6 人で今日お送りしております。初めてですね、イエーイ。多いですね。そうですね。で、一応全員全員やったんですけど、ちょっとボケみたいなのをやったんですよ。で、ちょっと今一人ですね、高島っていうのが入ってきたんで、スタジオにちょっと高島に自己紹介兼ちょっとね、一ボケぐらいな感じで、やや笑いみたいな、ちょっと言ってもらいたいと思うので、よろしくお願いします。はい、今ご紹介に預かりました。僕自身その芸人さんとしてそのお笑い芸人でアイデンティティが好きなんですけれども、まあ、その野沢雅子さんのものをする芸人さんがいまして、はい、まあ、僕もその L では御年80のデリベキャンだっていう部分もやっぱあるので、そこを強調していきたいなと思い、まあメンバーはなかなかちょっと笑ってくれない部分があるんで、目が笑われたらぶっ殺すぞってぐらいでちょっといろいろ混ぜていきたいなと思います。名前のご自身のご紹介。あ、僕の名前ですか。はい、僕の名前は、はい、高島です。何の今あれやったよ。どう言っていいかちょっと、はいはい、まあ今なんか現場から帰ってきたようでございまして、はい、合流して、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあラジオ収録ということで初ですね。はい、待っていただいて、はい、嬉しいです。これ明後日皆さんね、そうですよ、4時からリスラジで聞けるんで、ぜひ4時から聞いていただければなと思います。
で全員あの株式会社 L に対する不満みたいなの言ってもらったんですよ、はい、ラジオで。不満ですか？そう、それをちょっと高島にも聞きたいなと思って。僕不満とかないです、ね、何言ってんのない。そんな働きやすい環境で。働きやすいですね。あれいつも言ってる不満あれない、言わなくていいよハグやん。俺は、まあ、まあ、強いて言うならば、お、強いて言うならば、はい、振りがなかなかきつい部分が、あ、なるほど、ラジオのね、こんなんだっていつもだよね。なんか最初は台本決めてやってたんですけど、はい、なんか途中からもう台本なしで、その時思ったことをこう言っていくみたいな感じで。はい、まあ、いつもだいたい商談に行った時のなんかメグさんのちょっとその対応はすごいなみたいな話が毎週出てきてるんですけど、まあまあ、この前あった、まあ、ケンタッキーに行って、この話また先々週ぐらいもしてたんであれなんですけど、お客様と一緒にケンタッキー行って、お客様がそのケンタッキーの、パンあるじゃないですか、ビスケットがケンタッキーで、でそれを食べなよって言ってメグさんもらって、でこう要はメグさんとは逆方向を向いて私がこう商談してた時に、メグさんそのビスケットを食べるじゃないですか。で食べ終わって、商談して終わって、そうですよねみたいなことを言って、ちょっと10秒ぐらい経ってうんって右見たら、ここに全部ビスケットついてる。あんな真顔で、しかもここ唇だけじゃなくてこの鼻の下ぐらいまで全部ビスケットついてってことが、まあそれね、先々週ぐらいに言ったんですけど、全く気づいてなかったですけど、あれはすごかったですよね。結構びっくりしますからね。で今週は1個あって、まあそれもまたね、ケンタッキーか、あ、マクドナルドだ、マクドナルドまで、まあ、商談で来てくださいって言われて行ったんですよね。でメグさん運転してくれてたんですよ。運転してて、商談ですよ、商談、商談、お客さんと商談。マクドナルド降りるじゃないですか。降りて本人多分気づいてないんですけど、もう商談に向かうところ、歩きながらずっとサングラスかかってサングラスかけたままバンって降りて、もうマクドナルドサングラスかけたまま入ろうとするから、おい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 サングラスは商談では外していこうぜみたいな。ありましたね、まあ、ありましたね。毎週何かしらあるっていうことで、まあそれ言ってるんですけど、なんか最近仕事をしてて面白かったことみたいなのあります？皆さんに、リスナーの皆さんにお伝えしたいこと。はい、高島僕ですか？はい、高島から。あ、僕からですね。はい、あ、僕です。面白いこと、はい、生放送じゃないや、収録でもうどんどん時間なくなりますから、ちょっとせかすのやめてください。あります？僕はですね、一応やっぱお客様の笑顔を見るのが一番嬉しいんですけれども、それとは別にですね、はい、いろいろな場所に旅行がてら行けるっていうことが一つの楽しみでもありますね。そうですね、確かにもう沖縄から北海道まで行きますから。そうですね、ね、最近田中さんも沖縄にはよく仕事で、はい、沖縄よく行かせてもらってるんですけど、はい、全然海が見れてないんですよね。海が見たいってことですね。もう1週間ぐらい行ってるんですけど、うんうん、もうなんか1週間の間に1回も海を見てない。なるほどね。行きの飛行機からしか見てない。ちょっと仕事で忙しいのはありがたいんですけど、うんうん、もうちょっとせっかく沖縄に行ったんだから、なんかどうか、うんうん、海行ったり、うんうん、美味しいもの食べたりしたいなっていうのはあるんですよね、うんうんうん、なるほど、はい、それでで、うん、うん、そうですね、まあちょっと来あさってからまた行くんですけども、おお、あさってから、まあ2週間近く行かせてもらうんですけど、うんうん、長いですね、まあ、そこでどっか、うんうん、海で泳いで、うん、魚と一緒に泳げたらなって思ってます。それで
皆さんもう聞いてもらったら分かるんですけど、やっぱこの田中さんの話っていうのはね面白くないんですよね。面白くないです。そうですね、まあ、もうちょっとこう笑いを磨いた方がいいんじゃないですか。そうですかね、お客さんと話す時とかもやっぱさっき言ってましたよ、お客さんの笑顔、お客さん笑顔になってもらうっていうのが大事なんで、たまにはお客さんやっぱ笑ってもらうといけないと思うんです。それとは別に、何ですか、あなた仕事の最中に泳ごうと思ってるんですか。いや、休みの時間を確かに、そういうことになりますね。聞き捨てならない、我々ですら泳いでないのに。我々今回の沖縄のスケジュールやばいからね。今回やばい。いや、本当に分かる。お二人いつも来られてる時忙しいのは知ってるんですけど、一緒に行ったことあるんで。それは何、なんか泳いで魚と一緒に2週間行くのに1回も休みがないんですよ、その間に。2週間フルで仕事入ってて、で、まあ、その半日でもいいからどこかでちょっと沖縄を満喫したいな、半日でいいからどこかで住みたいなっていう心はちょっとあるんですよね。鉄どうですか。ダメでしょうね。厳しいな。ね、仕事でしょう。まあ仕事か。仕事大好きなんでね。仕事で行ってるんで。全然いいんですけどね。そうですよ。黄土色の血のパン履いてる場合じゃないです。まあちょっと審判選択出しちゃったんで。これでね、どんな色なんやその血のパンはと思って。どうしたんこれ。色あせた。まあ、なんか前でね。まあ。皆さん、田中さんは今日黄土色のチノパン入っております。はい、で髪も切ったんだよね。まあまあそうですね、髪も切りました、ね、1万2000円でしょ。1万2000円です。カットのみ。高いよ。切ってくれた人がアジア大会で準優勝した。嘘だよそんなの。本当すごい。嘘だよ。そんな大会ないですよ。嘘に決まってんじゃん。騙されてんだよ。その大会あるか知らないけど。いやだから嘘だって。そういう人だ。本当は1500円って。めちゃめちゃボラれてるやん。いや本当にでもね、腕は確かヘッドスパもやってもらったんだけど、すごい気持ちよかった。それ私でもできます。いやこれは本当にこれでバリカン。あ、じゃあ今度俺切らせてもらってもいい。まさきさんが俺を切る。そう、逆に無理。いや無理じゃないよ、できるじゃん。俺ちっちゃい頃父親に髪切ってもらった時に耳切られた。何年前の話してんの。小学校の時はもうそれがトラウマで、本当に人に切ってもらうのが本当に嫌なの。だって切ってもらったでしょ、1万2000円払って。もう10年ぶりくらい切ってもらったんだから。それまで自分で切ってたんだから。言ってたね。人に切られるのが嫌だから、なんかカンナとかでやるらしいよ。やるかも。彫刻刀は使わない。彫刻刀は使わない。まあでも自分で髪の毛切れないよね。自分では切れないですね。で最近皆さんね、まだ全員のビジュアル見てないからあれだと思うんですけど、高島がね、月光モリアに似てるっていう発見しちゃったんですよね。発見して、あれ誰なんですかね。私は入社した時から思ってたんですよ。あ、モリア、月光、月光モリアだって。マジそうなんです。やっとなかなか言われないですけどね。やっとお伝えできたなって思って、昨日すごい嬉しくて。でも昨日の LINE でみんなで共有した画像はちょっと似てるよね。ちょっと似てますか。似てると思う。触るそうな感じ。お客さんにそう言っていいと思うよ。結構モリアに似てるって言われます。じゃあここは結構言われるから、いろんな人に似てるって。ねえ、隅田なんかもあれですからね、お母さんが沖縄なんで。お母さんが沖縄ね。おばあちゃんが茶壇の方ですよね。そうですね。だから顔がまあ私ともう隅田っていうのも割と濃い方なんですけどね。はい、今結構盛り上がる。多いですね。どういう感じで。あ、そういえばね、超インドスパイダーというゲストハウスの名前を考えていただいた隅田に曲紹介をしていただこうかなと思います。ここで今日の曲としては最後なんで、まあ、私がヒデビーズスプレッドビーバーでも一番、まあ、かっこいいなと思っている曲で、最近はなんかメグさんなんかもね、私 PV の真似していつもやポーズをやってるんですよ。かっこいい PV。 じゃあ曲紹介をお願いします。はい、それではヒデウィズスプレッドビーバーでピンクスパイダー。
ではヒデウィーズスプレッドビーバーでピンクスプライル聞いていただきました。なんかあの高島からなんか皆さんにこう盛り上げたいというか、伝えたいことがあるみたいなんで、まあちょっと聞きたいなと思いますけど、どんな感じでしょうか高島さん。僕ですか。はい、あ、僕さっきその、うん、楽しい話っていう部分で言わせてしまったんですけど、はい、まあそのいろいろ案件とかでも行かさせてもらって、はい、まあ何ヶ月か経つんですけど、その最初の初期ですね、一番最初の時の案件、はい、実はその場所が、うん、まあ、愛知長野だったんですね。うんうんうん。そこであの僕いつもあの保土ヶ谷バイパスっていうところから、うんうん、なんていうんですかね、東名に抜けて、はい、静岡の方とかもそうやって行くんですけど、うんうん、まあ、ナビに従ったらですね、保土ヶ谷から一瞬で降ろされまして、本当は多分 2分ぐらいしか乗ってなかったんですね、うんうんうん、でもナビに従ったことなかったんで、それ2回繰り返して、うん、結局下道で行くっていう、うん、下道で行って愛知まで7時間ぐらいかかりました。アホやん。2回下で行った、言いました言いました、2回分なんか320円ちょっと損しちゃったんですけど、うん、まあちゃんと1回分しか上げてないんで、あ、経費でね、はい、経費でね、まずいと思う。それじゃあえらい時間かかったね。かかりました、でも夜中出たんでちゃんと。ああ、はい、なるほどね。7時間もかかるんですぐらいかかりましたね。まあ下から行ったらかかるんじゃない。それで疲れて帰ってきたんでしょ、何もしない。あ、そうですね、何もしないで満足しちゃったんですね。何しに行ったんですか。首ですね。まあ冗談ですけど、ちゃんと出て、まあそんな高島が皆さんに伝えたいことがあるみたいなんで、ぜひちょっとね、我々も聞きたいですね。なんか盛り上げたいってことで、はい、盛り上げられるネタがあるみたいなんで、ぜひ、ネタですか。インドラジオ始まって以来のね、コンプラ的な、コンプラ的な、いや、まあ一応ね、ラジオは別にそういうのはあれなんで、ぜひ話したいことあればお願いしたいと思いますけど。そうですね、まあその以前このエルデの飲み会の時に、はい、まあ急になんか下ネタ言えと、まあ、すごい振られることがあり、下ネタを言えなんて言われることある？あんまないか。そんな会社は多分ない。やっぱなんか面白いこと言ってかな、うん、みたいな感じで、うん、まあちょっとどうしようかなと、うんうんうん、でまあその、まあ、昨日その鉄が、うん、しょうもない下ネタが好きだっていうのを思い出したんで、うんうん、まあ、一発やってやろうと思って。まあ、チンコビローンみたいな感じになるんですよ。いや、ほんとこんぐらい爆笑してくれて、ほんと皆さんすいません。まあ、一応ですね、普段私とメグさんしか見てないと思うんですけど、まあ、一応来月か再来月には、今日のメンバー全員引き連れて生放送でね、放送したいと思うんですけど、僕の顔だけもう、ぜひ皆さんでね、高島を叩いていただきたい。そうですね、ツイキャスでどん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 高島を叩いて。あ、僕そういう扱いですか。いや、ちょっとそれは分からないですけど、今リスナーの皆さんがどう思ったかっていうところがありますからね。どうですか鉄、今の話を聞いて。いや、結構笑ってしまいました。爆笑でしたよ。爆笑、弱いですよね。そうですね、高島にも弱いですね。うん、まあ、この顔から下ネタ言うなんてみたいな想像がつかないと思うんですけど、月光モリアだからね。月光モリアだから、うん、まあ、ちょっとバーソロミューキモノはちょっと京都で不在なんですけど。これはなかなか皆さんにはですね、伝わらず、メグさんめちゃくちゃ笑ってますけど、確かにバーソロミュークマもいるんですよね。株式会社Lには月光モリアとバーソロミュークマがいまして、すごいですね、七深い。はい、確かにクマは今京都に行ってまして不在でございます。生放送の時にはバーソロミュークマもぜひ参加してもらいたいなと思います。高島が言いましたから。鉄が言えって。いやいやいや、私は何も知りません。ねえ、もう本当にこんなメンバーでいつもやってるわけですよね、めぐさん。はい、どうですか。楽しみですね、その行くのがみんなで。そうですね、収録できるって。はい、まあ、女性一人ですから、うちの会社、ね、うん、新卒で
あ、もう一人浜岡本がいた忘れてた。浜岡本何してんの今日。今日はあのさっき帰りますって確かに、さっき帰りますって言ってたな。確かに。そっか、まあ、浜岡本は帰ったらしいです。帰りました今日は、はい、はい、今日どこ行ってたの。あ、福島か。福島に、ね、なんか飛ばされて福島に。あ、熊に。熊に。はい、あ、なるほどね。熊に多分長さん。あ、なるほど。熊に飛ばされて長さんして、そっか、今熊は京都にいるからな。ねえ、昨日ね、また笑ってはいけない株式会社いる。あ、やりましたね。やりまして。第2回。隅田さんが優勝して。そうですね。僕一応優勝したので希望は。ゲストハウスの名前を超インドスパイダーにしてくださいとお願いいたします。そうですね。なので今のところも第一候補で、で今ちょっとリアルにあの超インドスパイダー超インドハウスゲストハウス星空みたいな。どっから出てきたんですか。聞いてない いやだから超インドスパイダーと超インドハウスみたいな。超インドハウスって前言ってたんですよね。そうそうそう、ちょっと一個出てて、そうそうそう、超インドスパイダー超インドハウスゲストハウス星空、もうもろこのラジオ、うん、まあでもね超インドスパイダーもいいと思う。いいですね。でみんなちょっと今気づいたと思うけど、多分あの鉄のハンカチ昨日と一緒これ多分違うね。多分違う。いや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 、昨日の、ね、昨日のハンカチと一緒だよこれ。あのトイレに、トイレに持っていかないやつ、ね、本当に、うん、同じ柄を持ってるってこと。柄は、ね、一緒だと思う、うん、いや全く同じ柄じゃないと思う。お手洗い行くのに必ずハンカチ置いてるから、ね、多分変えた。私の記憶が確かなら変えた。何を料理の鉄人みたいな大丈夫、そういうキャラにしないでほしいまあそんな感じで今日はですね、まあ、非常にバラエティ豊かなメンバーでお送りしております。で今お送りしておりますナンバーはヒデウィズスプレッドビーバーでハリーゴーランドですね。まあバックで流れておりますけど、まあこの曲は多分田中さんも好きなんですよね。そうですね、中学の時からずっと聴いてますね。はい、まあ、以上私と田中さんとね隅田さんは同い年なんでね、同級生、小中の同級生と、まあ、一応ね高校の同級生っていうことで、はい、やっておりますけども、昨日でも田中さん切れてたよね。昨日確実にあの飲み会だったんですけども、田中さん昨日もうキレキレでしたからね。キレです。なんか嫌なことあった。いやまあまあでもまあ昨日切れてたからな、もう切れてんなと思って。ちょっと後でトイレ来いって言われましたよね。言ってましたね。もうそろそろトイレでファイナルフラッシュが出た。恐ろしい、もう必殺技出ますからね本当に。今度皆さん今日はこの音声でしか我々と会ってないので、実際ですね、まあ、あの生放送の時にも私とめぐさん以外のですね、あの全員のビジュアルも見ていただいて、超インドラジオこれからも、聞いていただければ大変幸いでございます。では最後にですね、株式会社 L のメンバーからそれぞれ一言、じゃあ鉄から順番にお願いします。はい、来週は鉄の超インドラジオみたいです。わかんないですけどね。やりたい。さよなら。では隅田さんお願いします。はい、来週は鉄ではなくてトールちゃんのインドラジオをお送りしたいと思います。よろしくお願いします。かぶすね。はい、じゃあ高島、まあ、次週はちょっと月光森屋の、まあ、団員そうですね、まあ、引き連れて、まあ、来ようかなと。なるほど。じゃあめぐさん。はい、そのような超インドラジオをお送りしませんのでご安心ください。はい、はい、じゃあ田中さんお願いします。はい、はい、ということでですね、皆さん、今週も午後4時から5時まで、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。来週は生放送でお送りいたします。バイバイ。